ここか。わかった。あれだな。森林公園行く最中だ。
さ、妖怪ウォッチ普通に歌ったらしらけるわ。俺もうちょっと、睨みはしないけど悲しみの表情がね、ずっと見つめる。はーい、はーい。細川さんと妖怪ウォッチ歌い終わった後に、昔もこういう風にカラオケとか行ったよね、流れたんで、あの時星野さんがオードブルみたいに覚えてくれたんだって、今度もやるのこれもらって星が誘導されていく。はーい、はーい。星野そんな金持ってかない。縛りかけてきた。最低限度の金で行くから。はーい、はーい。いや、日が、え、星野、あそこに便利が ATM っていう装置があるよって言われて、はーい、カード持ってかない。あ、すいません、かわいいって言ってさ、色分けつぶす。すごい、酒がさ、絡むと強気に出てくる。はい、はい、また、カスしか飲んでくる。はい、はい、その上、なんか異様にまた耐久力を見せる。検索したらな、なんかレインボーがスターのニップレスあってね、お前つけろやってたんで。星の甲第二甲じゃなくて、第二甲に星の甲もあるよ。あ、ここね。これ前も言わなかったっけ、同じやつ。あ、あったかもしれない。これここ撮ったんだよ、確か目の前撮った。珍しいからね。川越まで来たのか。近いな。地名でさ、吉田ってかあるところあるじゃん。たびたび。あれだよ、あれだよ、これこれで納得できる答えがあるよ、星野。地名の牛が建物の星野。これじゃない？確かにそれは納得。例えばさ、俺はさ、下吉田とかさ、何吉田とかさ、上吉田とか出てくるけどさ、星野の場合はさ、あの星野コーヒーとかさ、時々出てくるね、建物の星野。星野なんちゃら。星野屋とかさ。たまに吉田屋もあるけどね。あと、まあ、あの野がひらがなタイプでさ、星のなんちゃらが結構多いよね、やっぱりそれが多いんだよな。やっぱり王道はやっぱ星のコーヒー店だと思うよ、俺は。いや、ラーメンの星のリゾートで。あ、そういう、まあ高級だから、俺顔バスで行けるから。本当に言ったな。ちょっと料金吉田のみたいなところに金払ってるから。しかも倍ぐらい払ってさ、そういう強気に出る料金で、お前らはちゃんと試着しちゃかみたいな。俺らぞ俺みたいな。あ、先すいません。俺ぞ俺っつってさ、後ろ手組んで、後ろでさ手組んでるふりしてさ、カスキャッシュからクレジットカード出して。ダメ、サスタマとかじゃなかった。クレジットカード出して。もっとシャレんだね、もう渡して指でね、何回バレか指定してる。そういうツッて2回笑い。よく2回笑いすんだね。社会人になってる可能性があるから。まだ、じゃあ2回笑いすんだね。なんとか。学生時代、ゴッって書いてある。アイリンチ君152。アイリンチ君152日間。結構ガチじゃん。やばいやつじゃん。リミットが。しかも日生視点できたんだ、あれ。日払いってなんで？日払いって怖えな。すごい勢い引かれていくじゃん。一日毎日3000ずつが引いて。現実見えるダメージだな。痛ってなる。1年怖えけど。なんだかんだ半年以内にはもう。ああ。これ言わなかったっけ？風のスマイルか。あ、どっかの時。あの川越じゃないよ。それ秩父じゃねえ。秩父だっけ。ああ、カレンスマイル館秩父だったっけ。うん、やったよね、トイレ。
してたから俺上見てたら、なんだこれあれじゃん、全然ヤマダ電機じゃねえじゃんみたいな、スマイル感じゃんっつって、なんだ電気屋じゃない、ソファーとか売ってんじゃんっつって、俺充電コードとか見たかったんだけど言ってた確か、そうそう、あれも動画残ってねえ、確か、ああスマイル感じゃねえかお前、確かその日出れたりしない、あ、その日じゃないか、次の日か、うん、次の日ちょっと早めに出れたりしない、そう早めになるっつって、ああ俺足屋さん早めになっちゃったよって言ってた、じゃあ早めに返してやるよって言ってた気がする、あざーす